年半を振り返って、私にとってこの2年半は幸せで充実した時間でした。初めてアトラクの存在を知ったのは中学3年生の10月、学校説明会。あまり乗り気ではなかったので、正直つまらないなぁと感じていました。でも、ある方がいきなり、今から棒術を披露しますと言ったのです。それが当時の部長さんでした。とてもかっこよくて一目惚れし、こんなことをする部活があるんだと衝撃を受けたと同時に、もしこの学校に行ったら入部したいと強く思いました。そして4月、法雄学院に入学しました。勉強面の問題で親と何度も入部について話し合い、了承を得てアトラクション部に入部しました。それからは練習や講演を重ねることで人前で演技をすることを学びました。初めてのアクション、初めての演技練習でなかなかうまくいかなかったり、悔しい思いもしたけど、それ以上に毎回の練習が楽しくてワクワクしていました。部活がある日は学校が楽しくて、部活がない日は憂鬱でした。たくさんの思い出がありますが、その中でも一番は1年生の文化祭です。私は素面をやらせていただいたのですが、絵が固まってる、つまらないなど、たくさんダメ出しをもらい、先輩方と何度も話をしたのを覚えています。そのため公演がすべて終わり、カーテンコールでたくさんの拍手をもらったことがとても嬉しかったです。初めて大勢の人の前で演じるということでとても緊張しましたが、演じる楽しさやみんなで一つのことに全力で取り組むことの達成感を感じることができました。しかし自分たちが最上級生となり、みんなを引っ張っていかなくてはいけない立場になってから、今まで通り順風満帆にはいかなくなりました。うまく進行することができなかったり、同級生同士で互いに不満が募ってすれ違ったりしたのです。それが4月の特別公演で露骨に出ました。段取りが全くうまくいかなかったり、共有すべきことをしていなかったりして、3年の中は最悪でした。数回にわたって溜めていた思いや、相手の嫌なところを言い合ってやっとしばらく続いていた最悪な関係が解消されました。そしてこの6人はやっぱ最高のメンバーだなと感じることができたのです。私はアトラクション部に入って挨拶や礼儀の大切さなど社会で必要なことをたくさん学び、またかけがえのない友達や大好きな先輩、後輩に出会うことができました。何度も部活を辞めようか、自分はこの部活にいてもいいのか、何もできないんじゃないかと悩みましたが、最後までやりきることができてよかったです。たくさん迷惑をおかけしましたが、先生方、コーチ、両親、友達など多くの方々に支えられながら、アトラクの一員として活動できて本当に幸せでした。感謝しかありません。今までありがとうございました。パオリスト第4話、配信見てねー、見てねー。チャンネル登録はこっち、おすすめ動画はこっち。